はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファークライ4、かなり久しぶりにやってきます。いや、ちょっと他のゲームばっかりにちょっと偏りすぎて、前回シャングリラに行ってたんだっけな、操作もちょっと忘れかけてる。あ、待って、早速小競り合いをやってるな。そこにいる、はい。ゾウは強いし、もうキラットのね、治安はね、もうね、平常通りなわけですが、うわ。さあ、で、今回は、そうだな。とりあえずこれだ。ゴールデンパスミッションやっていこう。もう北の領地は、もうそろそろ、多分行けて、もうこの辺の領地はもう、ほとんど治安がいい状態、治安がいい状態になってるので、メインミッションを進めていこう。とりあえずじゃあゴールデンパスミッションのところまで。ん、あれ、あっ、民間人をよくもの。ごめんなさい、見えなかった。よし、付近まで来た。武器はまあなんだろう、 SMG 系武器がまああって、あとリカーブポート、グレポン。そうだ、ここ製茶工場だっけな、ここなんだっけな、薬の栽培所として再利用するっていう方向、あ、違うを選んだんだっけな。で、アミータだ、アミータの意見を遂行したミッションを今やってるんだ。あ、いたアミータ、大丈夫か？簡単だと思う？ゴールデンパス初の女メンバーとしてリーダーシップを取って頑張っても、これまでのやり方を壊すつもりかって陰口を叩かれるだけ。私だってみんなと変わらないわ。キラットの戦士なのに女としか見てない。お利口さんなあなたに聞くわ、私は正しいことをしてるの？サバルにはたくさんの支持者がいるけど、あの人たちは何も見えてないの？それとも私が間違ってる？違う、迷ってる場合じゃない。 OK、 あの製茶工場を覚えてる？ポールはそこから消しをレンガ工場に運んだの。それをサバルは破壊しようとしている。私を無視して。それを確保したいのか？そうよ、今後人々のためになるということにサバルは気づいてない。私の意見は無視。あなたは正しいことをする人だと願ってる。これはまた分岐ミッションかな。再びアミータはまたいろいろ再利用したいという考え。え、何も見てない。サバルの話聞いてみよう。サバル、アミータから工場の件を聞いた。得意の泣き落としだな。女戦士のゴールデンパスでの苦労話はもう聞かせてもらったか。俺も以前やられた。だがお前は騙されないよ。ヘロインは毒なんだ、正真正銘の。ヌーアの手下を倒し、工場を壊せ、それだけだ。おお、どうしよう、どうしよう。いや、うん。破壊したいから正直。ちょっとドンパチで行こうか、今回は。アミータのね、意見ガン無視。研究室の中でこの爆弾を使え。爆弾、よし、消毒作業だ。集合地点で反政府、違う、反勢力か。場所はあっちか、ロカンレンガ工場。これ使おうかな。さあ、じゃあそこまで行ってみよう。
よし、近くまで来たな。じゃあちょっとこの辺で離してウィングスーツパラシュート。よいしょ。夜に襲撃をしちゃうよ。でここにプロパガンダがあったから剥がしとく。エイジ、サバルから聞いてるぜ。ここに十分な爆薬がある。必要なものを持って丘の上のハビルダーに会ってくれ。弾とか十分あるけど、もらえるものはもらっていこう。リーダーが丘の上にいる。リーダーさん、リーダーいた。あんたがハビルダー。ハビルダー、軍曹、どっちでも。モハンの息子に会えて光栄だ。あれか、煙突が見えるか。地中のケーブルを切って倒すんだ。そうすれば工場に侵入するための入り口ができる。どうやって切る？そうだな、私なら爆薬は煙突と工場内のために取っておいて、地中は像を使って倒すだろうな。像？あ、像？像ね。あと荒々しい方向で行こうかってことか。とりあえずね、索敵が大事だからね、索敵をしましょう。警報もね、あるんだよな。動物。援軍は遅れそうにない。じわじわ近づいていこうかな。警報器はいくつあるんだ。リーダーは索敵だけか。ゾウさんそこにいる。とりあえずあの警報器を壊せるなら壊しとくかな。どの辺だったっけな、この辺か。はい、オッケー。あと2つあんのか。警報器はできるだけね、全部壊しちゃう。ボンビーに。車がね、レンガ工場をぐるっと巡回してるな。あ、警報器に気づいたな。ではその隙に、こっち側に敵はいるか。いない。あれだな。うい、はい、オッケー。巡回の車が、待ってるけど警報器には気づかない。敵はそんなに多くないのかな、ここ。あれ敵だ。あっ、危ない。走るのはダメ。セーフ。草木が全然ないな、この辺。警報器あれだな。上に行こう。どれだ警報器。あれか。あれが警報器だな。スナイパーライフルとかあったら遠距離で十分と壊せるけど、ないのでここ入ろう。
はい、よし、これで増員は言われない。そんでこれ切断、あ、破壊か。そっか、 C4 っていうか爆薬、爆薬を仕掛ければいいのか。じゃあぺったんこと、お、こんなんでいいか。敵がいるな。敵がいるけどね、あの巡回者がいるから。どうしよう。あ、こっち気づいてる？あ、やるっけない。敵？そんなのいないぞ。ここに隠しとこう。さあ、車がまとまってきたな。いないいないいない。ここに四方。さあ、ゾウさんに暴れてもらおうか。敵が一人こっち来てるな。向こうに行ってんのか。車通り過ぎの的、そして丘の上に行って一回元の場所に戻ってゾウさんを解放。危ない危ない。さあ、ゾウさんだけど、あれだな、あんな木の柵でゾウさんを閉じ込めてたな。さあ、あれを、はい、あれあれ入り口じゃないのか。この像はどういう風に閉じ込められてる。車をスルーして、危ない、壊せないのか。これ像どうやって出すんだ。これ撃てばいい。え、なんでこっち来んだよ。こっちじゃねえよ。いや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 、待って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 、助けて助けて助けて、ハンラング、一人やった。あっち行っちゃった。ゾウの利用失敗。全部自分でやろう。あ、まずい、車来てる。クソ、もうダメだったらもうこれだ。あれでしょ。ふっ、よし、ドンパチだ。警報器はそれ壊れてるから反応するわけがない。あれ、はい、よし、はい、でここにも四方。あれ、四方、一回起爆するか。おいおいおい、
敵はいないな。おいで、ここにも。ほい、エレキバック、エレキバック。最後のケーブルだ。煙突はもうすぐ倒れる。あとは煙突付近に近づく。で、敵の車両がいる。あ、リーダーが働いてる。うっ、リーダーの仕事はない。よし、あーで、ここにこれグレポンしたらどうなるんだ。おい、グレポンじゃ弱いか。なら C4 だ。はい、発火。よーし、こっちに倒れてくんだよ、こっちに倒れてくんだよ。あっちか。よし、めちゃめちゃに破壊。はい、まあね、なんか良くない煙でも吸っちゃったんだろうね。なんか像が荒ぶってるけど。よし、中に入って爆破しろ。我々は外で敵を引きつけておく。中てか、なんか警報器復活しちゃってるな。待って、敵がたくさんいるな。リロード。ん？これ違う。よし、あ、こっち来んな、こっち来んな、こっち来んな。だ、爆発した煙突の中から入れるか。おっ、うん、何もいない。シグネチャーウェポン。先に敵を倒そう。よし、よし、もうまだ減る。グレネードくれ。もう一個くれ。開ける。うわー、めっちゃ燃えてるけど。はい、バケツ設置。ん？グレネード。まだ生きてる。よし、爆薬。これ刑務所なのか、これ強制収容所みたいな。外、外、外、どっから出れる。あっちか。出た。よし、よく見える場所に移動しよう。はい、危ないですよ。はい、発火。基礎科学、これで OK。 サバル、レンガ工事は灰になったぜ。そいつはいい知らせだ。俺たちは毒にまみれてきたが、これでキラの教えから外れないで済む。大地と共に純朴に暮らしていた昔の日々を取り戻すことができるのだ。ありがとう、模範の息子よ。サバルがゴールデンパスを率いてく。なんか同意したミッションによって、なんか率いていく、メンバーを率いていくリーダーがちょくちょく変わるけど、こんなグダグダで大丈夫か。さて、現在のミッションなんだこれ。ウィリス、ウィリスって誰だったっけ。ウィリス行きたいけど、ちょっとすんげえ時間が微妙だな。ちょっと今回はここまでにしようかな。浪漢レンガ工場襲撃だけになっちゃったけど、ゾウさんも全然利用できなかった。まあとりあえずファークライ4、またちょっと失踪しないように継続して終わりまで続けていくので、まあよろしくお願いします。じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。